久保さんいや昨日ですね、昨日だったかな、昨日の夜だったかな、熟成さんからね、メッセージ来まして、なんかニキビをね、ニキビをやろうと思ってるんですつって。で、どう思いますかみたいな、まあざっくり言うとね。で、まあ過去にね、ニキビを治したことがあると。プロアクティブとかそういう既製品を使わず、自分の知識いろんな調べたりとかして、もうすごい肌荒れ。 ニキビを治した経験があるとでこれ市場もニキビの厚いから吉田さんどう思いますみたいな僕が言ったのが「えっ何でやってないんですか?」みたいな <laughs> まあその情報ビジネスを知っているドリアカにも入っているえニキビの市場の厚さも知っている経験もある実際のエビデンスもある「えなんでやってないの?」みたいな。 <laughs> でそんだけあってじゃあ何のために中入ったねんって話でやり方はそこでもうレクチャーしてるわけじゃないですか、うん、だから少なくても何かねコンテンツがもうアップロードされていて今こういう風な運営してるんだけどもこういうのはね始めたんだけどもどうあのこれ見て吉田さんだったらどんな感じのタイトル付けとかどういうカスタムサムネイルで攻めますとかえ今後、えー、あのリストを取っていく上でどういう風なコピーがいいですかとか なんかその、なんだろうな、やってれば、もっと深くなんか、アドバイスもできるだろうし、あの、どう思うか、やればいいんじゃない終了ですよね <laughs> や<る>。やればいさっきメッセージ来てたかな。なんかサラリーマンマインドが、脱げていないと。行動の遅さが出てるますみたいな、来てましたけど。うーん。そう。 だからまあ、なんだろうな、僕が意識してるのは、やっぱり1秒も戻ってこないんですよね。1秒も。だから、その1秒で、まあブログにも書いたんですけどね、1秒も戻ってこないので、もう取り返しがつかないわけじゃないですか。ね。やんないと。うん。まあ100歩譲って、ね、安いお金、まあ安くないわけですよ、ドリアかなんかは。 それ、大金払った払ってるのに、やらないっていうのは、う僕からするとまあもったいないから、まあその人自身のあれなんで別にいいんですけど、大金払っといてやらないっていうのはもったいないですよね。うん。まあ時間が永遠なんかないですからね。うーん。そう。 で、しかもお金にゆとりがあってドリアカに入ったわけじゃなくて、カツカツでみんな入ってるわけじゃないですか。そうね。僕は高いですから。うんで、お金に困っている。お金の収入が少ない。だから、情報ビジネスやりたい。で、ドリが化、ドが入る。だけどやらない。うん。これはどう,どういうことだと <laughs>、まあ。そこに関しては僕はもうね、手に負えない。まあ あの、厳しいことでちょっと言ったんですけど、なんかね、やっぱね、やりましょうっていうのは、まあ、あの、まあ、僕も仕事なんでね、あの、熟成さんをこう、応援する、うーん、モチベーション上げてあげるっていうのも仕事の一つかもしれないけれども、なんかその、やるかやらないかに関しては、 なんかね、僕あんまりもう正直やりたくないですよね。だからコンサルも2年前ぐらいにちょ,ちょいちょいやって、やっぱそのやりましょうコンサルになっちゃうので、ただね、これも難しくて、やりましょうコンサルからあの進化して、今マーケッターになってめちゃめちゃ売り上げ作ってる子もいるし、なんかこ一概に言えないですよね。うん だからまあこれがやっぱ指導するっつうのはあの忍耐でもあるなというところでございますけどまあとにかくまあ僕はもう背中見せるっていうことしかないかなと思いますねやって自分が。うん塾長がこんだけやっていてやっていないっていうところを見せつけていくしかないかなっていう。 うん、だってやりましょうって言ってもやらな,かやらないわけですからでやりましょうっていう,うんことを僕に言わせるっていうのも何のために入ったのかっていう久保さんのその言ってる通りなんでその総価塾に入るのかなんでドリアカに入るのかっていうと僕を儲けさせるためにあの上納金を払ってるんですかって話でえ自分のためじゃないですか僕は売り上げになりますよ でも僕は売り上げになるけれども、その、何のために金払ったのって話じゃないですか。自分の人生変えるために払ったわけじゃないですか。うん。なのにやらないんですよ。いや、だったらもう入らない方がいいですよね。だったら。だったら。<laughs> だったら、その、そのお金をね、なんか、その、飯代に使うなり、欲しいもの買うなりすればいいじゃないですか。うん。その、やるための方法を教えてるのに、 やらないんだったら、うん、ね、そのマーケティングとかコピーライティングとか、そのなんか全部教えてるわけですけど、いや、それを使わないんだったら、どうするよと。うん。いうことでございますね。はい。まあ、だから商品売れるんですけどね。<laughs> だから商品が売れるんですよね。みんなやり、みんなね、秒速で動けたら、商品なんかなかなか売れないですからね。 みんなアクティブに行動できたらみんな行動できてないからこそ行動できる人に集まるしだからね実は超シンプルでみんな行動できないから行動すれば人集まりますようん久保さんとか僕なんか日々ただやってるだけなんでうん何も難しいことあんまやってないですよね魔法のテクニックを久保さん使ってますいや僕もいろいろやってきましたけど今もうね まあ、テクニックがあんのかなっていうぐらい、ね、<laughs> 普通に淡々となんか喋ってるだけなんで、うん、ただやるっていうだけでも、何かその、うん、気持ちを動かすことができるってことですよね。うん、みんなできないから、ひたすらもう、徹底してやるっていうね。徹底的にやるっていう。うん。はい。ということで、やりましょう。いってらっしゃい。